桜が咲き始め、春がいよいよやってまいりました。ピスケの春歌花絵はいつ咲くのか、近々良いご報告ができればと思っております。はい、本日も始まりましたピスケラジオ。早いものでこのラジオも26回目。皆様いかがお過ごしでしょうか。今月のメインパーソナリティは私サッサンでございます。このラジオの目的としましては、メンバーの企画力、トーク力の向上を目指し、次の目標に向けてそれを活かしていけるよう、 YouTube の動画を使ってラジオ形式でお送りするというのが目的となっております。本日もメンバーは健在。それではメンバーから一言ずつもらいましょう。まずは翔太。はい、翔太です。この間中央公園で花見をしようっていう会社のねイベントがあったんですけど、全く桜咲いてませんでした。でも素晴らしい一日でした。ありがとうございます。意味わかんないです。はい、朝ちゃん。はい、朝ちゃんです。先日春一番に飛ばされそうになりました。以上です。それでは15分間最後までお付き合いください。よろしくお願いします。お願いします。はい、冒頭で話しましたが、花絵いつリリースできるのやらな感じなのですが、2月から4月、6月、8月とシングルリリースを予定していましたが、スケジュールが読めない状況で、楽しみにしてくださっている皆様本当に申し訳ございません。もう少しお待ちください。もろもろのスケジュールが変更にはなりそうなので、決まり次第ご報告させていただきたく思います。はい、はい、それでは早速いただいたお便りを読んでいきたいと思います。はい、あなたの好きな春の歌は。はい、それでは今回のトークテーマに関してメッセージありがとうございました。それでは早速読んでいきたいと思います。千葉県ラジオネームマサマニアさん。マサマニア。春の歌というわけじゃないけど、春になると聴きたくなるのがドリカムの愛して笑って嬉しくて涙してです。ウキウキして足取りが軽くなるような雰囲気が春を感じられるため、私の中では春の歌になってます。そう、ピスケさんの花絵もいい曲ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、メンバー的に春になると聞くとか、春歌っていうと何かありますか？え？黙るなよ。え？黙るなよ。春歌ですか？うん、春の歌。おいら、松たか子さんの明日春が来たら、明日春が来たら君に会いに行くよだっけ、行こうだっけな、なんかそんな曲。春の歌。うん、春の歌特になさそうだね。なんか春っぽい歌聞いてないかもしれない最近。ああ、なるほどね。前までは春なのにこってこてのバラードとか聞いてたんで。春なのにこってこてのバラードって、それいけない感じなの？いや、なんか春だからじゃなくて、なんか雰囲気的には冬のような感じのイメージな感じの、そんな感じの歌ですね。どんな曲だよ。わかんないですけど。まあ、朝ちゃん特になさそうなんで。え？じゃあ次のお便り参りましょう。大阪府ラジオネームふくにゃんさんから。はい。ストレートに春よ来いです。春って暖かく明るいのにどこか寂しい感じがする、不思議な季節ですね。まあ、春よ来いというとユーミンさんの春の名曲ですね。そうですね。うん、まあ確かに春ってどこか寂しい感じもしますが、うん、ですよね。それです。はい。なんか違くない、そのメロディー。多分違った。あ、最後は。うん。では次のお便り参りましょう。はい。千葉県ラジオネームタンポポさん。はい。ササンピスケの皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。私の好きな春の曲は、古くて今の人たちはわからないかもしれませんが、松田聖子さんの赤いスイートピーです。ほう。この曲を聴くと柔らかな日差しの中、いたずらな風が線路脇に咲いた赤いスイートピーを揺らす情景が浮かんできて、自然と笑顔が溢れて温かい気持ちになれるんです。もうはるか昔ですが、私もこんな風に思ってたことあるなぁなんて。今でも恋をすると気持ちだけは若くあろう、ん？今でも恋をすると気持ちだけは若くあの頃のようにドキドキします。ピスケの皆さんは恋してますか？余談なんですけど、この曲がリリースされて、スイートピーって赤色のスイートピーが作られるようになったんです。
スイートピーってもともと何色なんですか？ピンク。へー、うん、でこの曲がすごい売れて、まあ花業界が、うん、お赤いスイートピー作ったらちょっとチャリンチャリン音がするんじゃねっていうことで、便乗したろ。そうそうそう、それで、ね、作られたっていうね。ちょっとそんな話もありますけど。でまあお便りにもありましたが、はい、恋はしてますかっていうことなんですけど、どうでしょう。一番恋してそうな朝ちゃんにちょっとバトンパスですよ。あ、朝ちゃんはね、恋に焦がれて恋してます。魚の方です。うん絶対言うと思った。あいつマジ気まぐれなんだ本当に釣りばっかやってんだよ翔太は僕ですか。僕も朝ちゃんと同様に恋に焦がれて恋に落ちて恋にはまり恋を釣ろうとしてますけど、そこまで至ってません。よくわかんないです。まあ私はね、あれですよ、甘党さんの皆さんの優しさに恋してますよ。うわ、出た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 出ました。どういうことやね。まあ次のお便り参りましょう。はい、滋賀県ラジオネーム夜桜には電酒とニコンで乾杯さんからです。さっさん、翔太、朝ちゃん、こんにちは。こんにちは。春の長雨が続き、体調を崩しやすい上、花粉も飛び始める今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。私の好きな春の曲は、生き物係さんのエールです。この曲は発売された数年後に、私の大切な友達の妹さんが大学を卒業した直後、イギリスに行くことが決まった時に CD で手渡しした曲です。その子は大学でイギリスに留学した時に、素敵な男性と巡り合ったそうで、向こうのご両親とご本人たちの強い希望で都営が決まったそうです。小さい頃から遊んだり、大きくなってもショッピングや本屋さん巡りなど一緒にいる時が多くて、会えなくなるのが悲しかった記憶があります。まだサブスクが広がってない時代で、スマホも持ってなかった中、数年前にリリースされた CD を店頭で見つけられたこと、それを渡せたことが嬉しかった。おう、今では可愛い娘ちゃんたちが生まれ、家族5人で幸せに暮らしていると友人から聞いています。留学していたとはいえ、留学していたとはいえ永住するとなると、最初はやはりホームシックに陥ったみたいですが、寂しい時やつわりで辛い時などずっと聴いてくれてたみたいです。10年以上経っても選んだ曲を大切にしてくれてることが嬉しくて仕方ないです、というメッセージをいただきました。いや、その気持ち嬉しいですよね、渡した方も。うん、はい、誰かに曲を送ったってことはないな。送ってんじゃん、ある意味。ああ、皆さんに詩だけど。いや、皆さんにピスケとして曲はね、うん、いや、それは、はい、そうですね、はい、ピスケですけど、うん、その前には詩を送ってたじゃないですか。いや、曲も書いてましたよ。あ、曲も書いてました、はい、すいませんでした。個人的になんかそういうCD っていうか、まあ曲を送ったとかってある？ないっすね。ないよね。この曲いいから聴いてみてみたいなのはあったとしても、この CD をみたいな。だっ、まあそっか。ちょっと僕と朝ちゃんまたちょっと年代が変わってくるんで、うん、僕の時はもう YouTube とかがあったんで、この曲めちゃくちゃいいからちょっと YouTube で聴いてみてとかはありましたね。CD っていうあれはなかなかなかったかな。ギリ俺ぐらいじゃない？高校の時とか MD とか流行ったから。出た、四角いちっちゃいやつね。そう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 。多分ね、年代的に言うと、うん、MD じゃん、うん、カセットなんですよ。俺あんま言うんだって年齢バレるやろ。あんま言うんだって。ほら今カセット流行ってるから流行ってんの？流行ってるよ。時代は繰り返すんだ。だってなんだっけ、メルカリ、うん、メルカリで未使用のカセットテープとか10本セット5000円ぐらいで売れるらしいよ。マジで、うん、腐るほどあったわ。すごいあったよ。やっぱさっさんあれじゃん、レコードじゃん、蓄音機。蓄音機ってエジソンとかの時代なんだでも、うん、学生時代とかそういうので言うと、好きな子にそういう自分の好きな曲をまとめた、うん、MD とかそういうカセットとか、うん、なんかこう、まあ焼き回して交換とかはあったよ。うん、あったね、うん、でそういうの編集してる時に
最後の一曲が必ず途中で終わったりするんだよね。あ、容量足んなくて。容量足んなくて。ああ、そっか。うん、容量あるよ、そもん。そうそうそう。もうこれいけるか、いけるか、いける、いけなかったみたいな。まあそういうのあるけど、この曲を誰かにこういう思いでっていうのはなかったかな。ないな。まあでも素敵な思い出ですね。はい、うん。ありがとうございます。以上、あなたの好きな春の曲はでした。はい。で、早いもので15分、あっという間でした。そして次回のメインパーソナリティは、朝ちゃんとなります。よ来月のメール募集はどうしますか？来月って何月？4月です。4月末ですね。そうしましたら、来月の、応募のテーマ。はい。みんなの卒業式&始業式？入学式じゃなくて。卒業式&入学式の思い出をいただければと思います。4月末に、うん、あ、なるほど。ほら、4月って結局就学式や卒業式や入学式の時期じゃないですか、うん、まあ ね、うん、で、ワンクッション置いて冷静に思い出せるじゃないですか。あ、まあね、うんうん、じゃあそんな感じで、はい、卒業式入学式の思い出ということでお願いします。はい、メールの募集内容はそんな感じでお願いします。はい、ありがとうございます。来月のラジオは月末4月30日となります。火曜日ですね。はい、はい、ゴールデンウィーク真っ只中の中に、ラジオが放送されるということなので、はい、まあ皆さんお出かけの際とか、途中で聞いていただければと思います。よろしくお願いします。次回は朝ちゃんの回となりますので、説明欄のフォームからぜひメッセージをお待ちしております。お願いします。お願いします。そして現在有料ファンクラブはメンバーシップ会員を募集しております。そこでしか見られない動画や情報などもありますので、ぜひそこでも応援してもらえると嬉しいです。はい、はい、早いもので26回、次回27回、うん、28、29、あ、30回目朝ちゃんだ。なんかやんの？やだよ。え、30分ぐらいの特番とかやってみる？え、何？フィッシングプラネットについて30分語れば？あ、大丈夫です。そういうのは、そういうのいらないです。あ、はい、はい、マジでフィッシングプラネットしかやってないよね。うん。ツイートがもうなんかミシネツかフィッシングプラネットしか流れてねえもんだって。うん、確かにね。今朝ちゃんアングラーだから。うん、かっこよくねえよ。ゲームの中だけのな。うん、うん、まあでも来月のラジオの頃にはもう新曲ピースサインのミュージックビデオも出た後ですからね。はい、うん、そうですね。まあそちらの方も楽しんでいただければと思います。はい、あと冒頭にも話しました火影のリリースに関しては、SNS 等で告知させていただきますので、皆さんチェックしていただければと思います。はい、次回のピスケラジオもぜひチェックしてみてください。はい、そして明日は、ショート出ますので、ショートの方も見ていただければと思います。はい、最後はいつもの挨拶で終わりましょう。それではせーの、チャオ。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。その他の情報は説明欄をチェックしてみてください。それでは、せーの、チャオー。